どうも、オナです。私はですね、今キューバにいるんですけども、海外でね、やってみたい企画というか、一つね、思いついて、海外の、現地のスーパーでね、2000円分のものを買ってみたみたいなのは、シリーズ化したいなっていうふうに思ってるんですけども、今回限りかもしれないです。というのもね、バーバーショップに来てます。散髪屋です。髪をね、伸びてきたんで、ちょっと切ってみてね、どんな風になるんだっていうのとね、あと、いくらぐらいかかるのかっていうのね、やっぱり髪を切るって本当に人件費しか基本的にかからないと思うんで、現地のね、物価がよく反映されると思うんです。どんな髪型になるのかっていうので、どれぐらいかかるんだっていうのね、せっかくなんでね、ちょっと行ってみたいと思います。それさっきちょっと通りがかったらね、結構おい、切ってけよみたいな感じだったんで、おそらくね、切ってくれるとは思うんですよね。なんでね、早速一回どんなものになるかっていうのを切ってみたいと思います。ダメならね、もう明日ね、日本に帰るんで、日本でもう一回ね、整えようと思います。とりあえず行ってきたいと思います。やばい、おじさん。 Hello, sir. ほら、 Where are you from? Japan. Japanese? Yes. Oh, very nice. Welcome. Welcome to Cuba. Thank you. Welcome. Yeah, please, so can I get this? Yeah, sit down, please. In the mirror? See you soon. やっぱり切ってくれるそうなんで、ちょっとおじさんの髪型見てたらね、非常に不安なんですけど、長めにはね、ちょっと残してもらおうかと思います。はい、どうなるかね、坊主だけは避けたいです。はい、ヤマネス、エロロフォーフィッシュ。ああ、イエス、イエス、イエス、寿司、寿司、イエス、イエス、キュービアンツールスタイル、イエス。It's handsome for you. Oh, yeah. Okay. Okay.
カットしました。すぐにねカットしてくれて、なんかあの先にねおじさんがいたんですけど、なんか僕の方が先にねあのカットしてくれて、はい、こんな感じになりました。意外とね普通。どうですか、かっこいいですか。ちょっとねあの日本の1000円カットと似てますよね。もうシャンプーとかしない、もうクソ熱いんですけど、もうそのままねカットしちゃって、あの髪の毛もなんかめっちゃついてるんですけど、はい、こんな感じで値段はね1000あじゃなくて10シクッククックなんで、だいたい1100円とか1200円とかそんな感じになりますね。うん、なんで意外とまあここねすごいあの観光地に近くて多分高い方だと思うんですよね。外国人と多分現地人もしかしたら料金違うかもしれないです。まあ今回のおじさんね特に英語喋れたんでね、かなりまあそういう点ではね良かったと思います。はい、まあねできればねこんなことは二度としないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり怖いですね。はい、なんで今回ではあの普通に切ってくれてね良かったと思います。まあ皆さんねこの髪型ぜひともあの似合ってるかどうかコメントください。はい、まあもしこの動画が面白かったら役に立ったっていう人はぜひともグッドボタンを押してください。またねチャンネル登録してない人はぜひともしてください。またねこのキューバの動画をアップしてるうちもまた私は別の国にいる可能性が非常に高いので、 Twitter、Instagram そちらでリアルタイムの情報をあの追っていただければと思います。なんでフォローよろしくお願いします。まあこんな感じで今回、キューバでね髪をね切ってみたという動画でした。はい、まああの1000円なんでまあやっぱりちょっと高いかなというふうに思うんですけど、まあまあまあ無事終わってよかったです。今回一発目の企画なんですけど、まあ次ねやらないかなっていうふうに思います。はい、はい、そんな感じで終わります。それでは髪の毛ねあの切ってからまあ数時間経つんですけども、やっぱりねあの髪の毛ねあの1000円カットとかでもこう、ね、最後はね髪の毛洗わなくても日本だと吸ってくれますよね。あれがないとねすごいねチクチクしてね痛いんですよ。あとね髪の毛よくよく触ってみると結構ねこうバラバラでねこう違和感がある感じですね。なんか髪の毛切ったって気があんましないですねまあそんなねキューバの美容室あんまカット事情でした。はい、こんな感じです。はい。